古い町並みの石畳を歩き、美しい景色を眺め、ヨーロッパ文化に浸ることを夢見たことはありませんか。アルプスの山頂から地中海の海岸まで、ヨーロッパは宝の山です。私と一緒に、ヨーロッパで訪れたい場所トップ20をご紹介しましょう。第20位ポルトガル、リスボン。魅惑的なテージョ川沿いに位置するリスボンは、その歴史的な過去と息を飲むような景色で旅行者を魅了する。15世紀から17世紀にかけて、大胆不敵な探検家たちの出発点となったこのポルトガルの宝石は、海洋史に刻まれた遺産を誇っている。川岸にそびえ立つ16世紀のベレム島を眺めていると、王子の冒険の足音が聞こえてきそうだ。リスボンのシンボルであるサンジョルジェ城からは、美しい景色が広がり、歴史と文化が融合したこの場所は、本当に感動を与えてくれます。19位、グルフォス。火と氷の国、アイスランドを訪れましょう。アイスランド南部の険しい風景の中に、ガルフォスの魅惑的な光景があります。氷河の雄大さが流れ落ちるこの自然の脅威は、その幽玄な魅力で想像力をかきたてます。ウルフィス川が3段の階段を大胆に急降下し、深さ35メートルの峡谷に道を切り開くのを目撃しよう。18位のギリシャ、アテネは民主主義と西洋文明の発祥地です。紀元前5世紀からの歴史を持つアテネには、古代の知恵と悟りの雰囲気が漂っています。ゼウス神殿、ディオニュソス劇場、そして有名なパルテノン神殿など、象徴的なランドマークを通して、過去の小玉が響くアクロポリスの神聖な敷地を歩いてみましょう。アテネはその歴史的背景とともに、訪れる者に深い印象を与えるでしょう。17位コトル湾、モンテネグロ。モンテネグロの険しい山々に囲まれた楽園の一辺を発見してください。コトル湾は、山々の間に、秘密の囁きのように広がっています。紺碧の海が崖に寄り添う中世の村々を縁取る、息を飲むようなパノラマをご覧ください。石造りの古い町並みを散策すると、何世紀にもわたる巡礼と瞑想の静かな証人として、正統派とキリスト教の教会が佇んでいます。16位のスロベニア、ピランはスロベニアの海岸沿いにあり、ベネチア風の建築と豊かな歴史が魅力の宝石です。魅力的なタルティーニ広場を歩き回り、城壁からの息を飲む景色に驚嘆しましょう。象徴的なベネチアンハウスを探検し、ジョージ教会の鐘楼に登れば、アドリア海、イタリア、クロアチアのパノラマが広がります。ピランには砂浜はありませんが、その岩だらけの海岸線で、海辺ならではの日光浴を楽しむことができます。イタリアのベネツィアでは、ロマンスが運河をセレナーデのように流れ、人々を魅了します。大運河を滑りながら、イタリアのラブソングに包まれ、この街の情熱に敬意を表しましょう。サンマルコ広場から旅を始めましょう。この街の魅力は、美しさだけでなく、歴史と文化が交錯する場所です。運河沿いを歩きながら、ベネツィアの建築様式や色とりどりの家々を楽しむことができます。ゴンドラに乗って運河を巡る旅は、ロマンティックな雰囲気を味わう最高の方法です。ベネツィアは、その美しさと魅力で、人々の心に刻まれるでしょう。14位は、ハンガリーの首都、ブダペストです。壮大なドナウ川や、バロック、ネオクラシック、アールヌーボーの建築が融合した見事な建物まで、ブダペストはその魅力で訪れる人々を引きつけます。無料のガイドツアーや、英雄広場などの象徴的なランドマークの訪問、街の公園での静かなピクニックを楽しみながら、お金をかけずに地元の生活に触れることができます。13位アルハンブラ宮殿、スペイン。スペインのグラナダにある息を飲むような宮殿の要塞、アルハンブラ宮殿の魅力を発見してください。キリスト教支配者が割烹し、コロンブスが運命を見出したこの場所を探索し、歴史に思いを馳せてください。多くの物語が隠され、歩むたびに歴史の重みを感じるでしょう。融合した建築様式を鑑賞し、その芸術と庭園の素晴らしさに酔いしれよう。第12位はイタリアのフィレンツェ。
ルネサンスの秘密を解き明かし、フィレンツェはヨーロッパを闇から救う光として現れます。ウフィツィ美術館やアカデミア美術館でミケランジェロの傑作を鑑賞し、ベッキオ橋ではジェラートを楽しみながら物語を聞くことができます。メディチ家の栄華を象徴するピッティ宮殿で豪華な世界に飛び込みましょう。ドゥオーモの建築の素晴らしさに感嘆し、フィレンツェの栄光を目撃してください。第11位はイギリス、ロンドンです。歴代の君主の物語が響く宮殿が立ち並ぶロンドンでは、歴史が手招きしています。バッキンガム宮殿からロンドン塔まで、どの建物も英国の遺産に命を吹き込んでいます。ナイツブリッジからカーナビーストリートまで、この街の活気に満ちた鼓動を感じながらショッピングを楽しみましょう。ロンドンの地下鉄に乗り、街を移動し、現代性と伝統の融合を楽しんでください。第10位はドイツのベルリンです。革新と文化に満ちたこの都市をぜひ体験してください。歴史と活気にあふれるエレガントな街、ベルリンに飛び込みましょう。東側のギャラリーで、象徴的な壁を歩いてみてください。ヨーロッパのパーティーの中心地であるベルリンのナイトライフは、手頃な値段で無限の興奮を提供します。第9位はオランダ、アムステルダムです。アムステルダムの曲がりくねった運河を歩くと、魅力と歴史に満ちた街が広がります。アンネ・フランクの切ない日記に触れる旅は、彼女の隠れ家で体験できます。さらに、レンブラントの家やゴッホ美術館は、芸術の輝かしい遺産を称えています。ハイネケン醸造所では、オランダ文化の真髄を味わい、時代を超えた遺産の背景に泡のような美味しさが待っているのです。第8位プラハ、チェコ共和国の激動の歴史に彩られた魅力あふれる都市。その歴史的背景と美しい建築物は、訪れる人々を魅了します。戦争の傷跡はあるものの、プラハの旧市街は時代を超越した美しさと豊かな遺産で手招きしている。歩行者天国を散策しましょう。プラハ城を通り過ぎ、歴史的なユダヤ人街を横切り、魅惑的なカレル橋を渡りましょう。日が暮れたら、バーツラフ広場の活気に身を任せましょう。第7位トルコ、イスタンブール、東洋と西洋が交わる魅惑の交差点、イスタンブールには何世紀にもわたる伝統と文化のタペストリーがあります。大陸と大陸を結ぶ壮大なボスポラス海峡に驚嘆し、イスタンブールの多様な過去の証である象徴的なアヤソフィアを探索する。トプカプ宮殿の豪華な歴史に思いを馳せ、古代から宝探しの天国だったグランドバザールの迷路のような路地に迷い込む。第6位ガイランゲルフィヨルド、ノルウェーの息を飲む美しさを誇るガイランゲルフィヨルドは、自然のままの風景と紺碧の海に囲まれたノルウェーの隠れた宝石です。流れ落ちる滝や魅力的な村々に彩られた全長15キロのフィヨルドを、風光明媚な旅に出かけましょう。伝説の七姉妹と求婚者の滝を見つめ、その幽玄なブライダルベールに驚嘆してください。カスケード A は、険しい崖に囲まれた静寂の光景です。自然の壮大さを感じられる場所です。そこに立つと、時が止まったように感じるでしょう。自然の美しさに心を奪われるでしょう。第5位はスペインのバルセロナです。古代の歴史と前衛建築が見事に交差するこの活気に満ちた都市、バルセロナの魅力をぜひ体験してください。ラサグラダ・ファミリアやアントニ・ガウディの建築の脅威を探索しましょう。ダンブラス通りをゆっくり散策しながら、地中海の宝石のような都市の豊かな文化と美味しい料理を楽しんでください。カタルーニャの鼓動を感じてください。バルセロナの賑やかな通りや、太陽に照らされた家々で。第4位、クロアチアのドブロブニク。小規模でも、広大で魅力的な宝石のような街、ドブロブニクを探検してください。この海岸沿いの不思議な街は、古代の城壁と海洋遺産で、多くの人々を引きつけています。毎年祝われるバレホ通りの遺産を受け継ぐ、彫刻で飾られた歴史的な通りを散策しましょう。ドゥブロトニクの趣深い雰囲気と豊かな歴史が、あなたを地中海の華麗な過去の時代へと誘います。第3位はギリシャのサントリーニ島です。エーゲ海に浮かぶ魅惑的なサントリーニ島は、一流旅行雑誌が推奨する憧れの地です。
息を呑む絶景と活火山に囲まれた絵のように美しい村々が旅人を魅了します。フィロスの断崖を探訪し、火山灰の土壌で育った郷土料理を味わってください。魅惑的なサンセットを目の当たりにし、島の魅惑的なオーラを満喫すれば、サントリーニ島は忘れられない隠れ家となるでしょう。第2位はフランス、パリ。ロマンチックで華麗な永遠の都市パリは、万華鏡のように豊かな文化と美食を提供します。セーヌ川沿い、象徴的なエッフェル塔からルーブル美術館の壮麗さまで、パリは歴史と芸術が輝く宝庫です。ノートルダム寺院やサクレクール寺院などの建築の脅威に驚嘆しながら、オートクチュールや美食を楽しむ。ベルサイユ宮殿の豪華さを体験し、あらゆる場面でパリの魅力に浸ってください。イタリアの首都ローマは、古代ローマの遺産と現代の活気が見事に融合した都市です。コロッセオや古代の城壁が歴史の重みを伝え、街中のカフェで人々は現代の生活を楽しんでいます。歴史と現代が共存するこの街は、永遠の魅力を放ち、訪れる人々に感動を与え続けています。ミケランジェロの傑作で飾られたサンピエトロ大聖堂があるバチカン市国に入ると、水曜日にはローマ法王に会えるかもしれません。ローマの歴史的な過去と活気ある現在が融合し、歴史と信仰をめぐる特別な旅へと誘います。このビデオを楽しみ、次の冒険の計画に役立ったなら、いいね、ボタンを押し、私たちのチャンネルを購読してください。